金子正明は、栃木県足利市出身の元レスリング選手、元陸上自衛官1968年、メキシコシティオリンピックレスリング競技男子 63kg 級金メダリスト。足利工業大学附属高等学校でレスリングを、始める。先週大学卒業後、自衛隊に入隊、陸上自衛官として自衛隊体育学校に在籍。バンタム級で、 第18回夏季オリンピック東京大会を目指すが代表選考会の最終予選で植竹陽次郎に敗れて出場を逃す。東京大会の後に階級をフェザー級に上げ、1968年第19回夏季オリンピックメキシコシティ大会に挑むことを決意、その当時には普及されていなかったウェイトトレーニングで体を作る。 またその当時の日本レスリングの主流だった、八田一郎が提唱した、攻撃重視スタイルにあえて背を向け、防御と巧みな試合運びで後半に勝負するという、自己流カウンター型スタイルを確立、世界選手権を2連覇し、メキシコシティ大会では、男子フリースタイルフェザー級において、金メダルを獲得した。メキシコ当時の金子は28歳で、妻子持ちという異色の金メダリストでもあった。 現役引退後は、陸上自衛隊に報酬、幹部に昇進。46歳の時に、後輩自衛官の最終職相談のために、フジテレビジョンの鹿内春夫と面会した際に、鹿内自らのスカウトを受ける形で、フジテレビに転職、鹿内の秘書を務めた後、定年まで、フジテレビ警備部長を務めた。2007年に、世界レスリング電動検証者に選出された。現在は、 ビルメンテナンス会社に勤務している。ありがとうございます。